べきご挨拶の言葉お願いします。各位人家好朋友家人家同心大家好，皆様おはようございます。今天真真难得的机会啊，伫只大家包括日本遮个兄弟、日本遮个兄弟姐妹，伊叫咱从这些中心，爱当做伙斗阵来伫只大家共同研究日本甲台湾的将来。希望大家会当有一个真好个目标甲理想，咱做伙来奋斗。今日は本当に千載一遇の機会ですが、日本からお入れになった方々、日本の方々と台湾の民政府の人々と一緒にここで台湾の前途についてここで検討できることが非常に嬉しく思っています。第21世紀的今日亞洲不是以前的亞洲，今21世紀のアジアは昔のアジアではなくて、以前亞洲有人的感覺是落後啊，而且無進步的所在，但是今仔日的亞洲已經是先進，是有高科技、是有智慧的亞洲。昔のアジアは非常に遅れてると思われる、アジアです。でも今の21世紀のアジアは非常に進んでいるアジアです。非常に先進国、先進で、科学技術も非常に進んでいるアジアです。在亞洲的所在最重要的国家日本国，是最重要引导亞洲向前行的主动力。アジアでは一番先進国家は先進国はやっぱり日本です。やっぱりアジアをリードして前進している国であります。在今仔日的地位上，咱袂用看轻家己。で今のところは自分の、バカにしてはバカをしてはいけないです。虽然有叮叮塔塔的问题在咱这个亚洲的所在，但是咱来一步一步来个克服。亚洲には非常にいろんな困难があります。でも我々はやっぱり一つ一つ片付けていかなければいけないです。在最近七八七的飞机，这是日本所制造出来的。在最近一些电脑界高科技的东西，是在台湾和日本这些所在所产生出来。皆様ご存知のように最近の787の飛行機は日本で作ったんです。でいろんな、電子関係のエレクトロニクル関係の技術はやっぱり台湾と日本で作ったものです。でやったことです。更加有更加多的新的科技搁伫后壁伫咧研究搁伫发展。もっともたくさんの科学技術はやっぱり相次いで研究されています。所以咱的责任甲咱的将来是非常非常的真水的一条路。我々の将来と非常に楽しくて幸福な将来であります。那么在面对着国际化的亚洲，尤其是共产中国在亚洲的这个吞打和这个侵略，咱也不能放轻松。やっぱりアジアでは今現在の中国共産党は非常に軍事力を増強しています。やっぱり新党とかいろんなことがアジアでやっています。で我々は無視してはいけない、やっぱり警戒心を持てないといけないということです。所以在这个情形下，在日本的主导之下，咱一定要想办法让亚洲更加稳定、更加坚强、更加有进步的方向。やっぱり日本がアジアをリードしている国でありますので、やっぱりアジアにはもっと安定と進歩できるように我々やっぱり一緒にやらないといけないということです。在最近的这几年，美国各界都正再三的强调
美国要重返倒返来亚洲。最近アメリカからよく強調されていることですが、やっぱりアメリカがアジアに戻ってくるということです。这是亚洲各界各国可以恢复我们本身原地的见到那个精神的一个机会。まあ、これは一つ、アメリカもしアメリカがアジアに戻ってきたら、アジアの発展とかね、一つの戦闘力になるような一つ の重要なことです。尤其是日本。まあ、特に日本です。日本で1945年到今日、你的国土拢还未完整，拢还未恢复正常。ご存知のように、まあ、1945年は終戦です。終戦の年です。で、その時から今まで日本の国土はまだ整えてません。在这个恢复领土完整的前提之下，第一步就是要面对日本台湾。呀，それをやるのにまずは今向かっていることはやっぱり台湾のことです。日本台湾若会当恢复正常，跟日本大日本合作会，日本的前途非常非常的完美，是非常非常的完整。いや、もし台湾のことはね、もし問題が解決できれば、まあ、日本と一緒になれば、まあ、将来もっと将来もっと幸福な将来もっと なれるじゃないかな、そういうふうに思われています。所以趁着这个机会，这是非常好的一个机会，对日本来讲，对日本台湾来讲，拢是真好的一个好机会。まあ、このことは、まあ、日本にとっても台湾にとっても、まあ、一ついい機会になるじゃないかな、そう思っています。在国际上的注目力我移转来到亚洲的时阵，咱爱趁这个机会，好好甲亚洲整理好，完完整整整理好，清气清气。まあ、国際に注目されている台湾のことは、まあ、そのことにつきまして、まずきれいに片付けて、ちゃんと、整えて、いい国になるように頑張りましょう。所以日本国有責任，日本台湾有責任。咱拢有责任来保持亚洲，搁继续繁荣，搁继续进步的原动力。嘛，日本にも日本に責任もあります。まあ、もちろん台湾にも責任があります。もっといいアジアの発展進歩にできるように我々やっぱり頑張りましょうと。所以在这个前提之下，咱日本加含日本台湾会当合作会来办这个日台共同联名。这嘛是咱进一步要过来做个好的联系，一种这个桥梁。嘛，日本と台湾ね、要するに手を合わせ、まあ、手握ってね、いい台湾と日本のいいもっといい将来ができるようにね、それまあ要するに日大共同連盟ね、ここでやりまして本当に意義があると思います。唔通看轻家己的力量。まあ、自分の力を無視しといけないと。唔通看轻家己的志气。いや、自分たちのまだ勇気もやっぱり落とさないように。咱若有坚持，咱若有坚定，向咱的目标行落去，咱有一日会成功。まあ、自分の勇気を出して、それで目標に向かって邁進していければ、まあ、いけば必ず目標に達成いたします。每一个人一点一滴来努力，每一个团体一分一步一步来打。我相信，在亚洲这个所在，咱的前途的光明，一日早一日会当达到咱的目标。まあ、少しでもいいですから、まあ、一つ一つね、少しの力も合わせていけば、まあ、必ず将来の目標に達成できると思います。中间可能有足侪困难，中间可能有足侪困扰。まあ、その目標に向かって歩いていきますと、頑張っていきますと、まあ、途中で必ず何か問題が出てくるかもしれない。咱絕對無退步，咱絕對無量退。まあ、逮捕してはいけないです。やっぱり前進しかないです。まあ、目標に向かって頑張っていきましょう。
为着咱家己，为着咱的子孙。嘛，自分のため，嘛，自分のため，自分の子孙のために。将咱的亚洲，将咱的日本内地甲日本台湾建设落好势，将来亚洲会漂亮的不得了。嘛，台湾のこと、それから日本のこと、嘛，お互いに手を合わせて。でよく建設していきますと将来も非常に素晴らしい日本と素晴らしい台湾に、まあ、なるじゃないかなそう思っています。日本方面需要信心、まあ、日本にはやっぱりあのこういう、ね、信念あの勇気が必要です。日本台湾方面需要意志堅定、いや我々台湾にはやっぱりその勇気とあの、が必要です。咱互相来鼓励，互相来加油，互相来做伙行这条路，甲日本内地、甲日本台湾建设落好势。那お互いにね、あの励しましょう。で、いい台湾と日本をあのいい国になるようにあのお互いに手を合わせてあの建設しましょう。和这个日本的这个邦联，伫国际上是变成 number one 的一个国际的所在。あの台湾と日本は、ね、将来やっぱりあの連邦国とそういうふうに なるとあの希望してますね。それであの世界でやっぱりナンバーワンの国になれるようにそういうふうに希望しております。在这里我要拜托各位继续努力继续打拼坚持坚持再坚持、まあ、ここで皆様に一つお願いします。お互いにね堅持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 していきましょう。頑張りましょう。感謝各位、多謝、多謝您的辛苦、感謝。お願いします。ありがとうございました。あ、その次、その次はあの長谷川さん、あのご挨拶の言葉をお願いします。